ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。岩尾です。第2シーズンを迎えさせていただきました。この度、はい、FM ビザンさんのご好意もありまして、前回第8回、にわたってお送りしてきた嘘と本音のスポーツ教室のシーズン2ということで、また新たに、この番組を持つことができました。協力してくださる皆様、そして、毎回のラジオを楽しみにしてくださった皆様、本当にありがとうございます。今年も、形はあんまり大きく変えずに、新しいパートナーと共にシーズン2を送っていきたいなというふうに思っています。最初に概要から伝えてしまうと、毎月2回第2、第4金曜日の22時から、30分番組として、嘘と本音のスポーツ教室をシーズン2ということでやらせていただきますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。さあ、というわけで早速ですが、シーズン2、シーズン1は大癖の某選手、今はビジネスパーソンされてますけども、今年はまた新たにですね、僕のパートナーとして、一緒にこのラジオ番組を盛り上げてくださるであろう新選手会長をお迎えしております。こんばんは。こんばんは。自己紹介を。選手会長に就任した梶川です。お願いします。お願いします。お願いします。喋り方そんなんじゃないじゃん。そんなカチッとしないからいいからね。いや、もう本当やめてください。カチッとやめてください。というわけで、ゆるめ、はい、梶川選手会長と選手と共に今年はやっていきたいと思います。はい、なんでこれ引き受けてくれたんですか。結構俺これ結構大変だったっすよ、探すの。マジですか。一人でやるっていう説もあって、一人でやるっていう説もあって、はい、どうしようかなと。はい、ただまあ一人よりはちょっと二人の方がやっぱ寂しいんで、一人、はい、2人でやってる方が楽しいなってのもあったんで、はい、探していたところをやっちゃおうかなみたいな。はい、でも僕去年が言ってましたよね。出たいって言ってたけど、ゲストで呼んでくれって言ってた。ゲストだったじゃん。ゲストだったじゃん。ゲストで呼んでくれって言ってて、最終回何も知らず見たら登録出てるし。あれ呼ばれてねえし、はい、触りも何もねえし、僕のところに。ちょっと悲しかったですね。そうなんですよね。はい、今言ってもらったように、梶川君をゲストで呼べなかったと、はい、梶をゲストで呼べなかったのも踏まえて、今回は常に、まあ、できる限り3人体制でやっていきたいなというふうに思っています。はい、前シーズン、シーズン1はゲストを呼んで展開していこうっていう話をしたんですけど、まあ、なかなか呼ぶ機会だったりとかちょっと難しい状況多かったので呼べなかったんですけど、まあ、何分この2人力不足なのかって。2人というか1人ね。もう1人、これはこれは1人です。間違いない。できるだけ毎回ゲスト1人をお迎えして、はい、シーズン1同様スポーツを通した、はい、ニュースに触れつつ、我々スポーツ選手、サッカー選手の目線から、はい、スポーツ界のニュースを切り取って独自の目線で、極めて本音で、はい、本音の近くで話していこうという番組になっております。なるほど。まあ、今回に関しては1回目なので、まあ、梶川選手について、まず梶川とは何者なのか何者なのかというところから始めるのがいいんじゃないかなと。まあ、俺に関してはもういいかなっていうのがある。そうですね。まあ、やりたくてやってもらって。薄いっすよ、僕。厚みはないっすよ。そんな、トークみたいな。ちなみにさ、サッカー始めたのっていつなの？サッカー始めたの？そんな感じですか？まあ、ざっくり。ざっくり。うわー、さらっと。ガチで始めたの小学生ぐらいですね。それまではまあ、兄貴について、ふらふらとやってましたけど。その時ポジションどこだったの？その時もバリバリフォワードっすよ。バリバリフォワードなの？俺はバリバリフォワードっすよ。もちろんっす。あ、そうなの。はい、こんなん点取ってましたよ。点取ってたの。それ一番足早かったんですよ。あ、そうなの。昔はね。どこから変わっていくの、これ。そっからもう学年が上がっていくにつれて、うん、どんどんポジションが一緒になってきました。ああ、中盤もやってじゃん。中盤もやりました。もちろんボランチもやりましたよ。もう二
ッドフィールダーもやって、ミッドフィールダーもやって、でフォワード、サイド、ボランチ、センターバック、キーパーで綺麗だね綺麗に全部やってきたんだ。もう見事に。で中学上がる時にもキーパー。なるほど。どこが一番楽しかったやってて。やってですか、うん、全部やって。 今鮮明に覚えてるのはサイドバックが面白かったです。そうなの、はい、なんでなんで。いやなんか景色が違うじゃないですか、なんか、まあ、分かります。いや景色は違うけど、どっちが違う、いや分かんないですけど、今鮮明に覚えてるのはサイドバックスが楽しかった。楽しかったです。なんか両方前半後半で右と左やったんですよ、うん、すごいなんか楽しかった、それだけ覚えてます。それ活躍したんですか、試合。全然めちゃくちゃ足引っ張りました最初に最初に引っ掛けましたから。そう今でも覚えてますよ、小学生で。やらかしいけど楽しかった。はい、そこだけ面白かったです。で、キーパーになったのは、はい、中ガチでやり始めたのが中1ですね。中1か。中1、中2、中3と、その時の元あのグランパスの伊藤裕二さんに指導してもらって、お3年間やってもらって、そこで多分結構変えてもらいました、ーキーパーとして。もう全然キーパーなんて分からなかったですけど、もう1から全部教えてもらったんで。で、今のそのキーパー論的なのは伊藤裕二さん。ちょっともうちょっと声張ってもらっていいですか、今のキーパー論的なのは。いや、これ僕だけじゃないと思います、多分その名古屋のゴールキーパー、あーそういう風にポジション、はい、フィールドやってたけど、はい、キーパーになって、なんで僕とその時期に、はい、今日キーパーになったやつ多かったんで。あ、そうなの、はい、抵抗ないの俺。絶対今っていうか昔からそうだけど、キーパーやるって言われると絶対嫌だって。嫌でしたよ嫌でしたよ。じゃあなんかあの僕グラマスだったじゃないですか、うん、小6から中1に上がる時にセレクションあったりするじゃないですか、うんうんうん、で既存の選手は上がれるか上がれないかの選考があるんですよ、はいはいはい、そこで僕言われたのが、はい、あのフィールドプレイヤーとしては上がれないって言われたんですよ、はい、キーパーなら上がれるよって言われて。あ、そうだ、はい、もうそこでもう振り切ったというか割り切りました、ね、あじゃあキーパーやりますね。あ、そうなんだ、はい、じゃあそこキーパーになってまでもサッカー続けたかったっていう。まあなんかそんな意思はないですよ。ただあ、ないんだ、はい、なんか流れっす。まあまあ、じゃあ上がるよみたいな。ああ、でも、じゃあキーパーいるしそんな感じなの。そんな感じですよ。いや、だって昔そんなサッカー好きじゃなかったですから。ああ、そうなんだ、はい、どっちかというと野球の方が好きだったんで。野球好きだった。野球好きでしょ。野球友達と野球ばっかやってました。だ結構だから、今だから言えますけど、うん、名古屋の練習サボったりしましたね。あ、友達野球するの、まあ、友達と野球やりたいからっつって、うん、親に足痛いって言って、うん、休んで、うん、野球やって聞いてます梶川選手お父さんお母さんサボって野球やってます、月謝払ってるの親も知ってましたよ。知ってた。僕がサッカー好きじゃないっていうのそうそうそう、これ知ったかちょっと聞きたいな、お父さんお母さんちなみにどこやったちなみにどこやったポジション野球。野球っすか、うん、野球はどうだったかな。いや外野とか。いやキャッチャーせえよキャッチャー面白くないですよ外野かピッチャーです。あ、外野かピッチャー、はい、キャッチャーしてるもんね、サッカー。キャッチャーもいいっすいたようなポジションですけどね、キャッチャーもキーパーも。外野がピッチャーなんだ。外野がピッチャーです。すげえ自分の肩生かそうとするじゃん、はい、ファーストは嫌いでしたね、受けるだけだったんで面白いな。いやもう親もあんま入れ込んでなかったんで僕に。あ、そうなの、はい、兄貴がまあまあまあいい選手というか、で僕も流れで一緒に入ったんですけど、もう親は兄貴の方に入れ込んでたんで。あ、そうなの、はい、僕はもう一人で行けよみたいな感じ。一人で行けるってことはないでしょ。好きにしろ、ね、はい、好きにしろです。お兄ちゃん何してんの。お兄ちゃんも普通に働いてます。あ、そうなの。サッカーしない。もう高校でやりました。あ、そうなの。そうそうそう、思わぬ形でじゃあ弟がプロそうそうそうに入って。だから兄貴の心境もちょっと聞いてみたいですけどね、昔の確かに今そんなになってるじゃないですか。僕の方が言ったら、まあ、サッカーでは成功してるけど、うんうん、兄貴の方が昔はやっぱチヤホヤっていうか、うん、結構それこそナショナルトリートメントとか私も入ってたりしてたんで、うんうん、すごいね。そうそうそう、でも兄貴がそれでまあ挫折というか名古屋辞めちゃって、うん、で 兄貴に継いでじゃないですけど、うん、うちの親父も親父ではお父もお母もなんかあんま入れ込まなくなって、あで兄貴の方が多分比べて僕と比べて格段にうまかったんで、あいやお前無理だろみたいな感じで結構見切られてた。結構見切られてました。そのタイミングでさ、兄貴がさ、はい、すごかったじゃん、ナショナルとかに入ってて、はいはい、ナショナルっていわゆる日本代表じゃん、そうそうそうに入ってて、お前は、カジ自身は自分ではそんなにあのお兄ちゃんほどは行かないと
実力的には、はい、そお兄ちゃんがそこで挫折してるわけじゃん、はい、それを見てじゃあ俺無理じゃんってなんなかったってことでしょ。なんかポジション違うしいいかな。なんかさそういうとこあるよね。なんかこうさ俺だったら結構、はい、入り込んじゃうから、はい、いや 兄貴で無理なのか俺こっから遠すぎんなって考えちゃうタイプなの。いやその時は考えなかったです。結構楽観的で僕ポジション関係ないし、はい、兄貴は兄貴だし俺は俺だし知らんしと思って、一人で練習も行くしと思って電車乗って行ってたし、でも親父が 最初に試合見に来たのが中3の最後でした。そうなの。最後の試合です、はい、全国大会はまあ来たりしたことありましたけど練習試合とかも結構他の親とか来たりして行ってましたけど、うん、最後だけ親父が来ました。そうなんす。そんなお父さん最近見に来てる試合。最近めちゃめちゃ来てます嬉しいね。めちゃめちゃ来てます。嬉しいね。ダメ出しばっかりですね。うん、怖いっすよ。今日はそんなもんなんで梶川くん周りの話を大丈夫ですか、進めていこうかなとこんな僕のしょうもない生い立ちを。いやいや、しょうもなくないでしょ。しょうもなくない。結構やっぱりさ、俺こういうのが、はい、その、まあ、メディア通すとか、まあ、通さなくてもいいんだけど、その広げるというか、はい、こういう話って、まあ、俺らはできるけど、はい、外の確かに知らない。そうそう、知らないし、案外面白かったりするんで、で同じ心境の人とか聞いてたりとかも、はい、え、俺も全然今ダメだけどみたいな人ももしかしたら聞いてるかもしれないし、はい、ただこれ顔と顔で話せないのはあるからね。そうですね、うん、だからまあ、あの今後もちなみにちょっと話今それちゃったんですけど、あのツイッターかな、質問、あのシーズン1同様受け付けますので、まあ議題でもいいですし、これについて話してほしいとかでもいいですし、まあ質問その他聞きたいことありましたらぜひまたメッセージいただけたら、あの積極的に拾っていきたいなと思ってますので、あの今年は比較的あの柔らかいテイストでカチッとやりましょうか。カチッとならちょっと僕もちょっとあれでしたけど、柔らかいですね。やったら、はい、やっていきたいなと思ってるので、質問も積極的に拾っていきたいなと、答えられる範囲でですけど、あの思ってるので、ぜひあの送っていただけたらなと思います。さあ、というわけでまだまだ全然時間があるんですけど、梶川君を再び掘り下げていこうかなとどうですか、今年開幕しましたけど、あんまりあの折り入ってこうやって聞いたことないじゃん今年。そうですね、入ってどんな感じですか。どんな感じ、個人的に両方、うん、個人的にはどう。個人的にはまあ何も考えてないですね、そんなにうっすうっす。いや僕自身開幕戦も出てなかったですし、うん、で2試合目出させてもらって、まあ、勝ちましたけど、うん、まあ、個人的に言ったらそんなに上手に良かったわけじゃないし、うん、チームはどっち。チーム的に、まあ、開幕戦まあ、あんな形で負けちゃったりしたんですけど、次、まあ、しっかりゼロに抑えて勝ったっていうことだけはいいかなって思いましたけど、うん、まあ、やっぱりやっていくサッカー、まあ、去年と比べてなんていうのかな、もうちょっと進歩が欲しいかなっていうのは僕は勝手に思いましたけど、うん、進歩